ケント・ヨハンセンはノルウェーの元スキージャンプ選手。ケント・ヨハンセンは若くして注目された。1988年のノルディックスキージュニア世界選手権で団体同メダルを獲得。翌1989年3月5日のホルメン高連大会で3位となった。さらに直後のジュニア世界選手権では個人戦で金メダルを獲得。 団体戦でも銅メダルを獲得した。ワールドカップのシーズン最終戦では自己最高位の2位となり、総合21位となった。翌シーズンは不調でワールドカップは一度8位になったのが最高。ノルウェー選手権のラージヒルで2位となったのが目立つ程度だった。1990から1991シーズンも開幕から目立った成績を残せなかったものの世界。 選手権代表に選ばれると団体4位、ラージヒル24位、そしてノーマルヒルでは銀メダルを獲得して周囲を驚かせた。さらにノルウェー選手権でノーマルヒル、ラージヒルともに2位と活躍した。翌シーズン以降は1994年にノルウェー選手権のノーマルヒルで2位となったのが目立つ程度で1996から1997。 シーズン後に現役を退いた。ありがとうございます。